どうも、ヌヌです。ニノ国、レアナントキングダム続きからプレイ。前回は、二つ目のお願いで、オルカドラゴンを倒して角を入手し、今回は三つ目のお願いで盗賊団退治へ行きます。よろしく。よっしゃ。わしに続け。わしに続け。負けるな。
わしに続け。行け。よろしくね。何よ。
ほーら。ねえ。ねえ。はい。ありがとう。よし。うん。うん。ねえ、うん、あ、ああ、ねえ。え？ほう。うふ。ねえ。なあ、よし。ねえ。ほう。それじゃあ始めるぞ。議題はこの国が掲げるべき旗について。エヴァンが言う通り、この国は争いのない国を目指す。そのために我々がすべきことを明確にしておきたい。我が国は全ての主要国家と同盟を結び、世界を一つにつないでいくことを目標とする。これをブラハバンの約定と呼ぶ。契約に必要な書類もこちらで準備しておいた。それが決まりだね。あ、
ってもゴールドパウンドの時みたいにハムナルが邪魔してくるかもしれないよね。まあその可能性は高いだろうな。だがそれでも俺たちは一つ一つの国を訪れて国王を説得し約定を取り付けていく。本気で言ってるのか。不可能だな。なんだと。二の国を統一するという最終目標に異論はない。大国を目指すんならそんくらいでかい旗であるべきだ。だがな、争いもなく平和に話し合いだけで全ての国と同盟を約定するなど無理に決まってる。無理じゃない。二の国の戦いの歴史も知らないよそ者が何夢物語をのたまっている。この際よそ者かどうかは関係ない。待って、僕はできるかどうかはわからないけどやりたいんだ。何？みんなと出会って思えるようになった。あると約束したからじゃなく僕自身の思いなんだ。二の国全ての人が笑い合える国を作りたいって。だからダメかもしれないけどやってみたいんだ。エヴァン、全ての国に約定を結ばせて一つにするなんて大変なことだと思う。不可能に近いのかもしれない。でも挑戦しなければ実現することもない。僕は可能性が低くても挑戦してみたい。みんなやってみようよ。仕方ねえな。国王様がそう言うんなら従うまでだ。ほんならまずはゴールドパウンドからやな。私たちロクメギに恨まれてなきゃいいけど。じゃあみんなブラハバンの約定を取り付ける新しい旅の準備をしよう。おー